恋の意味も手触りも相対性理論も同じくらい空ごとなこの僕だったんだ。大人になるその時には出会えているのかな。何万とある愛の歌、その意味がわかるかな。でも恋は革命でも焦燥でも天変地でもなくて君だった。君の洗い方はなぜか寂しさに似てた。君の歌い方は今日の朝焼けに見えた。何千年後の人類が何をしているかよりまだ誰も知らない顔で「僕にはない僕にはないものでできてる」「君がこんな僕を形作ってる」「そんなこと言うと笑うんでしょう」「そんな顔でさえ見たいと思ってる」輝くから。